春日神社は大阪市福島区にある神社。古くから富士の名所であったことから富士の宮とも呼ばれていた。藤原氏の祖神を祀っていると言われている。江戸時代に観光された説明書所図へによれば、春日神社は野田村林中にあり、当初、富士によりて藤原の祖神を祀るならんかとあり、江戸時代の状況を3年に観光された富士電機にも藤原氏の分流が、 春日明神を勘定したと伝えられている。その後、野田村の庄屋であった、藤家の氏神として祀られていた。野田藤1800年代。里野屋薫滝が野田の藤屋と彦の地は、藤の一種である野田藤が植物学者の牧野富太郎により命名される、きっかけとなった場所と言われている。古くは、室町時代の1364年に二大将軍。 足利義明が、住吉モーの途中に、この地で藤を鑑賞したと言われている。その時に読まれた歌が、野田の藤屋と比に刻まれており、紫の雲と八刃富藤の花屋にも山にも灰ぞ、書かれる。また、古のゆかりを今も紫の不死ろをかかる野田の玉川と読んだとも言われている。その後、玉川の富士は、吉野の桜、 野田の富士と並び称せられた1594年には、豊臣秀吉がこの地を訪れて、富士を鑑賞し、休息した茶店、東庭で掘らせた、額、富士庵は、現在まで富士家に伝わっている。説明書図絵によれば、江戸時代には茶店など出て賑わったと書かれている。その後、明治以降の急激な都市化や、第二次大戦での被災、 阪神高速3号神戸線建設などでこの地の野田、富士は壊滅状態になった。近年、野田富士の名所の復活のため、近隣の公園や学校で残った古木の種子をもとに栽培が行われている。何は筋川からは、玉川南公園の中を通り抜けて、神社の横に出ることができる。ありがとうございます。